ニアでシュート、ヘディング決まりました。大竹龍斗、見事なゴール。大竹今シーズン2点目、これで2対0。これは藤枝、綺麗なゴールに本当に笑顔が弾けるというそんな感じでした。やったという感じの大竹龍斗、今の場面です。垣井からのボール、ニアでヘディング完璧でした。2対0、藤枝前FCのリードは2点になりました。あ、7がついて